誰も見つめてる。千葉県で、ね、昔の引きの父さんっていらっしゃいましてね、僕もそうだったんですけど、の山木さんがね、よく出られたところで、で、僕もそこで歌わせてもらった時に、お客さんなんですけど、そらさんですよねって話を聞いて、で、あの曲、東京のどっかで歌った時に、ステージ聴いていただいたんですよ。ノスタルジックな曲、すごく良かったですよ。なんか山頂部の夕日みたいな感じと、すごく赤いノスタルジアだなと思って、今日はあの歌歌われるんですか、赤いプルトニウム。どっから出てくるんですかね、ちょっと理解できないですか、原発問題歌ったとかないんで、ちょっと一瞬こう込み上げるものがあったんですけどもね、プルトニウムじゃないんですよ、ノスタルジアなんですよって言いながら、ニコッと撮って、僕はあれなんですか、空飛びます、初めましての方もいらっしゃると思いますし、お久しぶりという方もいらっしゃいますし、空です、よろしくお願いします。インターネットでですね、空って検索していただくとガーッと出てきます。インターネットで空って検索してください、ひらがなでね。そうすると空の散歩とかね、空の食事とか、あとお手をする空ちゃんとかですね、なんかペット系に多い名前なんでしょうかね、ここ笑うとこなんですよ。本当に親父ってやつよね。僕もね、親父親父さん言ってますけどね、生まれた時から親父だったじゃないんですよ。はい、夢のかけらという曲を。ありがとうとつぶやいてみる。
私は笑顔になれるかな。明日のことは誰にも読めない、かけたい姿に顔がわからない、命のジグソー、夢の呼吸を涙も出ない夜はただ歌いたい。無意味の意味が少し顔を覗かせてくれるのかな。白い何もないキャンバスに命のかけら、夢のかけら、この指先で描いてみようか。優しい微笑むかな。